こんにちは、大島です。今日は好きな食べ物の話ちょっとしたいと思いますけども、皆さんどんな食べ物好きですかね。まあハンバーグ嫌いな人ってこの世にあんまりいないと思うんですが、まあ、僕はまあよく聞かれたら、まあ、船寿司が好きや言ってるんですけど、これってね、よく考えるとね、ネタ的なこともあるかなと思うんですよね。そら船寿司よりハンバーグの方が単純には美味しいですけどね。ひょっとしたらね、親父に好かれたいとかね、親父の気引きたいとか、まあ、なくなりましたけど、そういったのがひょっとしたら僕の中にはあったのかもしれません。っていうのが、まあちょっとまあちょっと匂いしますよね、かなりね、船寿司ね。まあ親父は好きでね、時々買ってきてたんですけどもね、まあ僕ら小さい時って、まあ、ワンプレートというかね、ご飯もおかずも全部乗せるのでバーンと出てくる。はい。でもね、食事の時に親父だけね、こんなちっこい皿にちょこ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 出てくるんですよ。まあ酒が好きでしたからね、親父もね。だね、なんかね、そのね、容器ドーンと来るよりも小さいのちょこちょこの方が美味しそうに感じるもんですよね、あれね。子供ながらにね。ほんでまあその中でも一番まあ手ごわかったのが船寿司でしょうか。匂いもきついしね。ほんでもう、でも自分のもんを全部食べないとくれないわけです、親父としては。そういう教育方針でした。だから全部食べて、親父が船寿司の順番来るまでずっと待ってるわけです、僕は隣でね。兄貴らはもう上あって8時だよ、全員集合とか見てるんですけどね。だからその船寿司が気になってしゃあない。ほんだら親父がね、ちょっと食べてみるか、言ってこう来るわけですよ。ほら、待ってました、みたいなもんですよね。そこでまあ船寿司を食べたんですよ、初めてね。なもう絶対まずい。あの3年生ぐらいやったかな、2年ぐらいやったかな。なんでね、でもそこでまず言うたらね、他にもいろいろあるんでね、チャンス逃すなあかん思って、まあまあいける言うたん覚えてます。でそれからいろいろまあ船寿司って言うたらみんな、うあんなんよう食べるわとかよう言うでしょ。言われれば言われるほどね、いや、お前ら分かってへんねや、相手ね。言うのが、なんか、ちょっとまあ、ビビってるか好き、そんなんかもしれませんね。いや、ほんまに好きなん、言うたら、それはハンバーグとかね、お好み焼きとか、焼きそばとか、こんなもんばっかしですから、ラーメンとかね。そのあたり、まあ、普通だと思います。変わったところで嫌いなもんって言ったら、まあ子供の時よく食べさせられたんで、かぼちゃとか、なすび、お芋、コロッケ。あなたらあんま好きじゃないです。まあできたら食べたくないです。ブロッコリー。まあお酒も飲むようになってから船寿司もね、食べるように、まあめったに食べるもんじゃないですよ。好物あげてもね。余呉湖にね、美味しい船寿司のね、旅館がね、湖さんっていうとこがあって、もしね、船寿司好きな方、おすすめ。もうバッチし、オスメス両方いてます。そこのね、おやすさんが漁師さんでね、作ってくれてるんですよ。ね、あれを食べてね、もう2年ぐらい船寿司食べてないかな、3年になるかな。なんかね、行き着くとこまで行ったという感じするんですよ、僕の中ではね。船寿司の見極めが。どうですかね、皆さんの好きな食べ物。ひょっとしたら、嫌いな食べ物とか、嫌いなことって、その自分のお父さんお母さんからのなんかこうトラウマ的なものがあるかもしれませんね。それが性格的なものであったりね、なんかこう人と人間関係がギスギスするようであったら、そういうお父さんお母さんをのまあつけられたトラウマっていうか傷っていうかを許してあげるみたいなことをすると、またスケールも広がってですね、船寿司も食べれるんちゃうかな思うんですけど。はい。偉そうなこと言いました。またお会いしましょう。ありがとうございます。